富士ゴルフコースに行きました、はい、涼しい最高完璧だったね。恥ずかしい見ないでもうなあ、いいんじゃない、いいんじゃない。戻ったかもちょっぴり。やば。大丈夫。止まった。あ、やばい。あ、やばい。アイアンより短い。木に当たっちゃった。いいフェアウェイ。あ、向いてるよね。惜しい。もうちょっとね、左の方が良かったかも。でも来たいんだけど、うん、いい、うまい、うまい、惜しい、惜しい。後ろ向いて手を振る。すごい、すごい、ナイス、素晴らしい。ダメだ、もう前半2個使っちゃった、やばい。低めのボールで、はい、本当はあやめ打ちたいけど、低めのボールで木に当たらないように、木の下に、はい、で3を狙いたいと思います。いきます。あー、いけるかな。抜けた抜けた抜けたよ。ちょっと飛びすぎ飛びすぎ飛びすぎた。何今の。ちっちゃいかも。こんなゴルフやだ。恥ずかしい見ないで。ほぼほぼまっすぐに見えるな。こっち行くんじゃない？止まって止まって、うん、ここだって思って打ってって。へえ、そんな曲がるんだ。そんなに？でも弱いとこっち左に行っちゃわないですか？このぐらいでこう垂れていくんです。ここですよね、はい、カップ。わかりました。それ以上打ったらまた下まで来ちゃうんだ。はい、ちょっと難しい。そのぐらいでいいです。そのぐらいだったね。強い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 。オッケー。ナイス。後ろ向いて手を。
ナイスキック。左に逃げすぎた結果、はい、50読んでよろしいですか、はい、こんにちは、さやぐさ心です。今回はもうもやしなんて言わせないに来た動画のコメントについて返信したいと思います。1つ目、すごいハードなトレーニングですね。プロテインの併用の方が効果的かも。なんだ、本業に支障のない範囲で頑張って。確かにプロテインの併用もかなりいいんですが、今はその大きくしたいとかすごくつけたいっていうよりも、中の筋肉をストレッチ的に柔らかくしていくとか大事なので、ちょっとプロテインはやめとこうかなと思ってます。まあ少しね、こうあまりにもつかなかったり効果が現れない場合はそういうのも取り入れたいなと思ってます。まあ、プロテインもね、いろんな種類があるんで、その辺も調べてみたいと思います。体脂肪率 15.9 だから飛ばないっていう勘違いはやめた方がいい。単純に筋肉量が足りない、脂肪を増やしても意味ないから。重さで飛ぶ距離なんてビビたるものです。才能はすごいと思うよ。その筋肉量であの飛距離は。モデルさんのお仕事度外視して筋肉ガンガン増やしたらドラコンでも上位に行けると思う。本当ですか？でもモデルのお仕事は無視できないので、まあ今の体型で、あのまあ飛距離とか安定性とか出せていけるようになれたらなと思います。まあ少しこう脂肪もね増やしていきたいなと思ってるので、全体的にパワーアップできるようにバランスいい感じで今後トレーニング頑張ります。いいトレーニング始めましたね。全部いいトレーニングですよ。継続して頑張れば普段のスイングがもっとスムーズに動かしやすくなりますよ。可動域が広がれば面白いように触れます。数ヶ月したら今持ってるクラブが軽く柔らかく感じてきます。頑張れ心さん。おー、ありがとうございます。いやー、本当に可動域、体の使い方、自分をこの動きのこの左体重に感じる股関節が苦手だったんだとか、あ、やっぱ右肩の可動が結構狭くなったり硬くなったりしてるなと最近感じておりますので、本当にいいトレーニング始めてよかったなと感じております。筋トレへのコメントありがとうございました。第2弾のね、筋肉トレーニング、結構筋肉トレーニング筋力トレーニング結構いいね。撮影に行こうと思ってるんですが、なかなか予定が合わず、結構ね変わってきたので、その第2回のトレーニングの動画も楽しみにしててください。ではまた
コメントお待ちしています。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。